森有リ、薩摩藩士の五男として生まれ、洋楽とキリスト教に系統イギリス留学、アメリカ滞在。名六社創設、商法講習所解説原法嘆願書提出、アメリカ中在商弁務士。教育改革に尽力英国講師、第一次伊藤内閣文部大臣。学生改革を推進41歳で溶接。造成2位、君一党施釈。